コロナの影響でスキー場が通常よりも1ヶ月も早く閉まってしまったので、最近は息子がストライダーするのと一緒にロングスケートボードで遊んでいます。毎週末乗っていたら少しずつ上手く乗れるようになってきました。スノーボードでカービングターンができる人だったらロンスケでもすぐにターンできるようになると思います。僕の乗っているのは長めのボードなので、特にスノーボードとターンする感覚が似ているように思います。ただ長さがある分小回りは効かないので、慣れないうちは動きの鈍さにやきもきしました。平地でロンスケをする場合は特に慣れが必要です。最初のうちは想像よりも鈍い動きしかできないので戸惑うかもしれないですが、滑り込むと徐々にですがボードをイメージ通り操れるようになるので、地道に続けてみてください。平地で慣れたら少し下り坂の広めのスペースでやってみましょう。やっぱりロンスケの魅力はダウンヒルでこそ発揮されます。少し下っているだけでかなりスノーボードに近い感覚で滑れます。動画の後半の近所の道路で滑っている場所が少し下り坂なんですが、一見スノーボードしているようにも見えるんじゃないでしょうか。自分もまだまだですが、滑り込めば込むほどスノーボードと近い感覚で滑れるようになってきました。本当はサーフスケートのカーバーが欲しくて妻に買っていいか聞いてみたんですが、却下されてしまったので、しょうがなく前から持っていたロンスケをやり始めたんです。でも意外と楽しくなってきました。もうしばらくは地道にロンスケを続けていこうと思います。皆さんもスノーボードのオフトレにロングスケートボードはどうでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。